さあ始まりました、勝手に WJBL ニュース。今回は2023-2024年シーズン各チームを見ていくシリーズ第11弾です。では早速始めたいと思います。ということで今回見ていくチームは、昨シーズン4位だったシャンソン化粧品シャンソン V マジック。昨シーズン大型補強に成功したシャンソンは優勝候補として注目を集めていましたが、シーズン途中にヘッドコーチを含めた多くの選手の退団があるなど波乱のシーズンとなりました。それでも限られたメンバーで奮闘し、プレーオフでは2戦連続逆転で勝ち上がり、2年連続のベスト4になったシーズンでした。そんなシャンソンの昨シーズンのデータを見ていくと、全体としては前のシーズンから大きく数字が変わったという印象はありませんが、ポイントとしてはリバウンドの面で三菱電機と並んでリーグ1位タイの数字をマークしていて、この部分がシャンソンの強みになっていました。ただ前のシーズンから課題となっていたディフェンスの面は昨シーズンも改善できていなかったので、新シーズン上を目指す上ではこの部分の強化が必要になってくると思います。続いてシャンソンの入隊団などの動きについて見ていきます。シャンソンは主力選手を含む10名が退団しましたが、新加入としては新人選手を3名獲得し、さらに移籍選手として4名の獲得に成功。シーズン途中にも退団があるなど、合計で10名が退団するということで、チームが大きく変わるシーズンとなると思いますが、新人のウチェ選手、セトゥ選手はチームに高さを加え、特にウチェ選手は高卒ではありますが、リーグを代表する選手として1年目から活躍が期待されます。また、手薄となっていた2番3番ポジションには、昨シーズン得点1位に輝いた白崎選手、そしてシューターの高野橋選手の獲得に成功。さらにアメリカの大学で活躍していた志田選手を獲得し、強化を図っていきました。目標達成に向けて素晴らしい補強になりましたし、経験豊富な浜口選手の獲得は若いインサイド陣にとって頼りになると思いますし、山本選手を含めてシャンソンとしては大きな補強になったと思います。新シーズンのヘッドコーチには昨シーズン途中から就任していた宇沢さんが新シーズンも指揮を取ることになり、戦っていくことになりました。宇沢さんは昨シーズン途中から指揮を取っていたとはいえ、実質ヘッドコーチとしては1年目のシーズンということで難しい面もあると思いますが、課題でもあるディフェンス面を含めて開幕までにどう仕上げていくのか注目されます。それでは 2023-2024 年シーズンのロスターを確認したいと思います。新シーズンのキャプテンには昨シーズンに引き続き小池遥選手が務めることになり、サブキャプテンには金田真奈選手、佐藤ゆりか選手が務めることになっています。13名で戦っていくことになったシャンソン、昨シーズンの開幕時点と違って13名で戦うということで、コンディショニングはより重要になってきそうですが、佐藤選手は怪我から復帰のシーズンとなるので、すぐに全開というわけにはいかないと思いますし、ウチェ選手は能力は高いですがまだ高卒1年目ということで、他の選手より怪我のリスクも高いと思います。そういった意味ではしっかりとケアしていきたいですし、13名とはいえ各ポジション力のある選手がいる構成となっているので、そのあたりはうまく利用していきたいところ。バランス自体は悪くない構成となっていますし、金田選手に関しては2番から4番まで幅広いポジションで起用できるので、そのあたりは臨機応変に起用していくと思いますが、昨シーズンまでは主力選手のプレイタイムが長くなっていて故障のリスクも高くなっていたと思います。新シーズンはベンチメンバーに変わっても戦力は落ちにくい陣容だと思うので、うまくタイムシェアして戦っていきたいところだと思います。続いて 2023-2024 年シーズンの個人的に感じたことなどを加味したレーダーチャートを見ていきたいと思います。新シーズンのシャンソンのレーダーチャートは次の通りです。攻撃面は昨シーズンの数字だけで判断すると4という数字になりますが、ウチェ選手のリバウンド力というのは相当大きく、周りの選手も積極的にシュートが打てますし、セカンドチャンスを作れるので結果として得点も伸びてくると思いますし、新加入組も得点力がかなり高いので今回は5という評価にしました。守備面ではシャンソンの課題の面で、ここ数シーズンなかなか改善ができていない部分です。昨シーズン宇沢さんになってからゾーンディフェンスを多用するなど変化は見られ、一定の効果はありましたが、それでも開幕までには高めきれないと思うので3としましたが、この数字を4以上の水準には持っていきたいところ。完成度に関しては入れ替わりが多かったチームですし、昨シーズンの途中から指揮をしていたとはいえ、宇沢さんもヘッドコーチとしては実質1年目ということで、
開幕までにはなかなか高めきれない部分だと思います。伸びしろに関しては移籍組もシーズンが進むにつれてチームにフィットしてくると思いますし、ウチェ選手を筆頭にこれから伸びてくる選手もいるチームですし、チームとしても宇澤さんのバスケットが徐々にできるようになると思うので、4という評価にしました。高さに関しては188センチのウチェ選手、190センチのセトゥ選手の存在は大きく、特にウチェ選手は跳躍力はリーグでもトップの選手だと思います。相手としても苦労する部分ですし、その高さはシャンソンの一番の武器になってくると思うので、5という評価にしました。シャンソンは2年連続でベスト4に入るなど勢いのあるチームですが、その反面昨シーズンは大きな問題も抱えていました。それでも前向きに戦い、ベスト4に入ったのは本当に素晴らしかったですが、ファンとしても色々な感情があったと思います。ヘッドコーチも若返り、新加入組も多く、ある意味では新しくチームとして戦う新シーズンだと思います。今回の件はチームとしても生まれ変わるきっかけにもなると思いますし、選手もファンも笑顔になれる、そんなチームになってほしいと思います。新シーズンどんな姿を見せてくれるのか注目したいと思っています。それでは最後に新シーズン、個人的に注目している選手を一人選び紹介したいと思います。新シーズンのシャンソンの注目している選手は、小池遥香選手。シャンソンに加入後の最初の時は頼りなさも顔を覗かせる場面もありましたが、今ではチームの心臓と言っていいほど欠かせない存在になっています。小池選手の特徴としては、得点力も高いですし、アシストはもちろんのこと、スティールも多く、そしてポイントガードながらリバウンドも多い選手。どの水準も高いというシャンソンにとって替えの利かない選手だと思います。吉田選手やウチェ選手というリーグでも代表する選手がいますし、そこに新加入として白崎選手、高野橋選手が加わって、非常に能力の高いチームになっています。しかしチームをコントロールしていくのはポイントガードでもある小池選手ですし、周りの選手のレベルが高いからこそ、チームをまとめる力が新シーズンはより必要になってくると思います。チームとして機能するためには小池選手がどれだけリーダーシップを発揮できるかにかかっていると思いますし、小池選手ならこのチームをプレーで、そして背中で引っ張っていってくれると思っています。シャンソンはある意味では生まれ変わるシーズンになると思いますし、目標はやはり女王奪還。その目標を達成するためには小池選手がシーズンを通して活躍してくれることが必要になってくると思います。そんな小池選手が新シーズンどんなプレーを見せてくれるのか注目だと思います。ということで今回は昨シーズン4位だったシャンソンを見ていきました。入れ替わりも多く、また新たなチームとして戦っていくシャンソン。宇澤ヘッドコーチがそんなチームをどう導いていくのか注目されます。再び女王に返り咲くことができるのか、新シーズンのシャンソンの戦いにぜひ注目してください。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。